どうも、あいたろうチャンネルのあいたろうでございます。今回の動画はですね、タイトルの通り、まあ現役選手を引退したみんなで試合に出ようということなんですけれども、なおかつね、中学生の時の元ペア縛りで出てみようということでね、これ面白い企画ですよね。まあ現役を一回引退してしまった人たちなんですけれども、まあこういったね、楽しみ方もあるんじゃないかなということで、はい、今からね、試合する相手の方は高校の先輩、二宮先輩と、まあ、山口さん、今ハゲ団子さんっていう名前でね、僕の動画にもたまに出てくれたりね、イベントとかね、ナイトマッチとかね、やってる方なんですけれども、はい、もともと松口山口でね、前社会優勝とか、まあ、すごい方なんですけれども、今はね、現役を引退して、まあ、試合は出てないんですけれども、今回ね、そのメンバーみんなで高校のペアじゃなくて、前回ね、動画で奇跡の世代シリーズって言って、みんなで団体戦組んで大会に出たんですけれども、今回は中学校の元ペア縛りシリーズということでね、やっていきたいと思います。その動画もね、また大会要素も上げれたら上げたいなと思いますんで、楽しみにしててください。はい、今回その大会に向けての練習ということで、ちょっと試合やろうということで、やりました。まあテニス引退したりね、まあそんなに大会出なくても、まあ、こういった楽しみ方もあるんじゃないかなって思います。僕も実業団やってた時はね、もちろん勝つためにやってたんですけど、今でね、すごい楽しいです。こうやって YouTube 撮ったり、いろんなね、大会出たり、まあもちろん僕現役を引退したと言ってもね、まあ結局全日本クラブ選手権とか全日本社会人とかね出てるんで、まあもう現役プレイヤーみたいなもんなんですけれどもね、はい、応援してくれたらなって思います。こういうソフトテニスの楽しみ方もあるよとかね、前の友達と一緒にもう一回組んで出てみようとかね、そういうのもね、ありだと思うんでね、皆さんちょっとやってみてください。すごい楽しいですよ。青春、昔に戻ったような感覚でね、できるんで、はい、そんな思いを抱えながらちょっと見てくれたらなって思います。なんだかんだね、ポーロもね、もう2年ぐらい、ね、僕のチャンネルに出て、なんだかんだもう早もう2年ですよ。2年経つんですけれども、そこからのね、結構成長具合がすごくて。で、今回ね、なんか、このレシーブがね、まあ、ポーロ前衛なんで、レシーブ側が、まあ、うまくあんまりいかないと、噛み合わないと、やっぱゲームポイントとか大事なポイントで回ってきてしまうということで、今回ちょっと工夫して、僕が前衛側のレシーブをやって、ポーロが後衛側のレシーブをやるっていうね、ちょっと作戦を立てて、やってますので、その辺のアドバイスとかコメントも見て、こっちの方がいいんじゃないかなとか、やっぱポーロは前衛側のレシーブがいいんじゃないかなとか、今回これ見て、あ、相太郎が前衛側のレシーブの方が安定してるなとかね、まあそういう風なのもコメントいただけたらなって思いますんで、皆さんよろしくお願いします。相太郎チャンネル、はい、そして私、YouTube の方、チャンネル登録者20万人を目指してます。皆さん、何卒、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。絶対達成したいと思いますので、最近ちょっとこうやって目標をね、言うことをね、忘れてたんで、なんとなくね、こう、だらだら YouTube 配信してるんじゃないかなっていう感じになっちゃってたんでね、やっぱこう、みんなにちゃんと目標を明確にね、していこうかなと思いますので、チャンネル登録者20万人目標を設定してます。はい。皆さん、よろしくお願いします。あと、メンバーシップの方もね、限定動画とか、まあ、僕と会食できたり、まあ、イベント情報とか流してますんで、メンバーシップ入れる方は、この下のなんかメンバーシップ入るボタンがあるんで、入ってくれたらなと思います。あと、TikTok の方もね、最近頑張っておりまして、TikTok の方は、10万人目標を頑張っております。今、もうちょっとね、6万人達成しそうなんで、はい、そちらの方もね、TikTok もフォローしてくれたらなって思います。皆さんよろしくお願いします。では、動画の試合の方へ、どうぞ。あゆたろうチャンネル。お願いします。
ごめん。
指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber、あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。